防災建築外区造成法は、対価建築促進法に基づく、防火建築体造成を拡充強化したものであり、従来の建築主に加えて、地方公共団体、防災建築外区造成組合等により、防災建築物の整備を促進し、防災建築外区を造成するための法律である。防火建築体が炎症抑止体の形成を目的としていたことに対し、 防災建築外区では、火災または津波、高潮もしくは出水による災害の防止上有効な、性能を有する、建築物の整備まで拡充するとともに、防災建築外区の指定要件として、建築基準法第39条第1項の災害危険区域内等、または防火地域内にある土地であること等としている。防災建築外区造成法に基づく、防災外区は、 被災地の復興のほか、商業空間や居住空間の整備、近代的街並みの形成等にもつながることから、多くの都市で事業実施に至った。防災建築外構造成法は、市街地改造法とともに、都市再開発法の成立を受けて同法に整理、統合されて、今日に至っている。都市再開発法に基づく、市街地再開発事業も多くの都市で事業実施されている。 防災建築外区造成法第1条。この法律は、防災建築外区における、防災建築物及びその敷地の整備について、必要な事項を規定することにより、都市における災害の防止を図り、合わせて、土地の合理的利用の増進及び、環境の整備改善に資し,し、もつて、公共の福祉に寄与することを目的とする。第2条この法律において、 次の覚悟に掲げる用語の意義は、それぞれ当該覚悟に定めるところによる。一災害火災または津波、高潮もしくは出水による災害を言う。二防災建築物災害の防止上有効な、性能を有する建築基準法、第二条第九号の2に規定する、対価建築物及びその付帯施設で精霊で定める、ものを言う。 三防災建築外区事情第一項の規定により指定された外区を言う。四尺地権建物の所有を目的とする地上お及び賃釈権を言う。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。五尺屋建建物の賃釈権を言う。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第三条建設大臣は、 関係市町村の申し出に基づき、建築基準法第39条第1項の災害危険区域内で都市計画法第2条に規定する都市計画区域内にある土地または建築基準法第60条第1項の防火地域内にある土地について防災建築物及びその敷地を整備すべき外区を防災建築外区として指定することができる。この場合においては、あらかじめ 自治大臣と協議しなければならない。二、防災建築外区は都市の水曜地帯において災害を効果的に防止することを考慮して、系統的に配置されるように指定しなければならない。三、建設大臣は第一項の規定により防災建築外区を指定した時は死体なく、これを官報で告示しなければならない。本法の元になった建築促進法に基づく、 防火建築体造成事業と比較して以下の特色があるとされている。規模の強化、防火建築体という戦場の不燃化から外区規模での再開発を目指した。主体の強化、防災建築外区造成組合による関係権利者の自主的な取り組みに依拠している。支援の拡充、対価建築促進法による建築費への補助から外区基本計画作成費。 事業計画費、調査設計費、共同負帯施設整備費等への補助に切り替え。中建築費の補助については、国会審議において政府委員が従来の対価建築促進法においては、差額建築費の1、2、防災建築外育造成法においては調査設計費、共同負帯施設等に対して2、3と回答しており、上記内容と異なっている。 国土建設の現況では、防火建築体の区域内に、耐火建築物を建てるものに対して、耐火建築物と木造建築物との標準建築費の差額の1、2を補助となっている。なお、外区基本計画は、防災建築外区造成法施行令、第2条第1項第1号に規定されるもので、防災建築物の敷地、1、 構造等に関する基本計画とされるもので、事業実施に先立って市町村が作成しなければならないとされるものであった。また、本法と同日に成立した市街地改造法に基づく市街地改造事業と比較して以下の特色があるとされている。事業志向者が原則として民間であること、広場の拡張や道路の拡幅といった、 公共施設の整備が行われる地域に限定されない防災建築外区造成事業は従前の対価建築促進法で対象としていた防寒のみならず津波、高潮、出水による災害を対象にして災害を防止する外区を整備するものであり災害危険区域も事業の指定要件の一つになっていた。これは昭和34年の伊勢湾台風による被災。 それにより整備された名古屋市条例による臨口部での災害危険区域指定を背景にしている。災害危険区域は当時大阪と名古屋で指定されていた。防災建築外区造成法案審議では当時の住宅局長が築地口におきましては災害危険区域のところを外区造成しようというような機運が進んでいると説明している。名古屋市の災害危険区域は 防災建築外育造成事業の具体的な候補地であったが、その後、同市内においては豊田地区の2階区のみで本事業が実施され、災害危険区域イコール臨海部防災区域では事業化されなかったと考えられる。防災建築外育造成事業は、昭和36年度から昭和43年度の間、8か年度にわたって実施された。 昭和40年度までの5か年度に、68都市において287外区で、組合認可または外区指定がされ、うち外区面積33,223平方メートルにおいて827,786平方メートルの防災建築物が整備された。また、代表的なものとして以下の外区が挙げられている。北大山目地区。 札幌駅前南に、西3街区、船橋本町通り街区、立川駅北口街区、横浜関内駅前街区、藤沢駅南第1街区、藤沢辻堂駅前第2街区、厚木中央通街区、く、蒲郡駅前第1街区、岐阜駅前街区、彦根銀座街区、大阪阪神泉線駅前街区、伏せ小坂駅前街区、く、泉府中駅前街区、 豊中北部駅東第一街区、神戸元町六丁目第一街区、神戸愛宵町第一街区、神戸港川第一街区、神戸沼三街区、徳山銀南街区、長崎玉江第一街区埼玉市大宮駅、東口駅前通りに立つ。新京栄ビルは、防災街区造成事業の初年度である昭和36年度に建設されたものである。大宮駅前では、 昭和36年度に完成した新京 A ビル、各位ビルのある A ブロックのほか、結果的に建築されなかったものの、大宮駅から旧中線道までの区間に位置する B ブロック、C ブロックにおいて共同化が計画されていた。また、これらの各ブロックは地下歩道で連結される計画であった。昭和十六年度に完成した新京 A ビルの南側歩道の地下には、 地下歩道が造成され、旧中線道を渡ることができる。また、各離ビルとも地下歩道で連結されているとされる。防災外区造成事業は、昭和36年度から開始されたものであるが、同年度に建設された A ブロックの建築物は、前年度まで制度化されていた、対価建築促進法による、防火建築体造成事業の特徴である奥行き11メートルによって、 計画されている。これは昭和35年度以前に計画されていたものが昭和36年度にずれ込み、結果的に適用された制度が新法による防災建築外区造成事業になったものと考えられ、ちょうど制度的に過渡期にある建築の特色を持っている。なお、各地の防火建築体及び防災建築外区を 設計した日本船建築研究所が設計をしている。藤沢市藤沢駅南口に立つ三棟の建築物によって構成される391外区は防災外区造成事業によって一体的に計画、設計、完成したものである。三棟のビルの完成は藤沢名店ビル1965年11月。 ダイヤモンドビル1966年12月、C、D ビル1971年11月と前後しているが、外区の中央に中庭景色の広場を持ち、外区周囲の道路から1階部分の通り抜け通路によりアプローチできるようにしている。これは計画当時、藤沢市建設部長であった、還元文成なりと建設省計画局、区画整理課課長補佐であった、 石川誠による構想であった。従来の路線型の空間構成と異なり、まさに外区としての空間が計画、実現されてたと言える。391外区の広場は、藤沢市所有の公有地であり、通り抜け通路は公道であるとされる。道路の上空を専用して、各ビルが2階以上を公道上に張り出している。なお、非戦災都市であった藤沢市は、 藤沢駅周辺で土地区画整理事業による基盤整備を実施しており、同時に駅前広場に面した外区で防災建築外区造成事業を用いて建築物を整備する計画を立案していた。各外区は391外区と同様に中庭型の広場と通り抜け通路を有する計画であったが実現はしなかった。防災建築外区造成法は 市街地改造法とともに、都市再開発法の施行に伴い廃止になった。ただし、市街地改造事業等に関する経過措置により、都市再開発法の施行後も、なおその効力を有するとされている。地方公共団体が施行する、防災建築外育造成事業については、市街地改造法の規定を順用して実施している。場合があり、市街地改造法第13条の規定を順用し、 防災建築外区内において事業の施行の障害となる恐れのある土地の形質の変更、建築物の新築等の行為をしようとする場合は建設大臣または都道府県知事の許可を受けなければならないとされる。また、宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項の説明においては同法施行令第3条第1項第8号において 市街地改造法第13条第1項が規定され、重要事項説明の対象とされている。ありがとうございます。